今日は鶏むね肉のレモン漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏むね肉のレモン漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏むね肉を使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回は今の季節にぴったりなさっぱりとしたレモン漬けにしていきたいと思います。鶏むね肉をしっとり柔らかく仕上げる方法などもご紹介していきます。作り方に所々ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに漬けだれ以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏むね肉、玉ねぎ、レモン、小ネギ、お水、お砂糖、塩、片栗粉、ごま油、こちらの材料を使っていきます。まず鶏むね肉ですね。こちらは1枚で約 330g のものを使用していきます。だいたい300から 350g ぐらいを用意していただくといいかなと思います。そして今回はですね、一緒に玉ねぎも入れていきます。こちらはお好みで OK です。そしてレモンですね。皮ごと使う調理なので、こちらは必ず国産のレモンか、または防カビ剤不使用のレモンを使うようにしてください。そして鶏むね肉に関しましては、ブライン液につけて柔らかくしていきます。ブライン液というものは、お水、お砂糖、塩、この3つで作る液体になります。ここにお肉をつけるだけでとても柔らかくてしっとりとした仕上がりになります。それでは続いて漬けだれの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、お酢、お砂糖、だしの素、レモン汁、こちらの材料で作っていきます。まずですね、こちらにレモン汁を入れるんですが、生のレモンを絞って使っていきたいと思います。このレモン汁に関しましては、ポッカレモンなどを使っていただいても OK です。そしてだしの素に関しましては、こちらはカツオだしを使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、お肉をそぎ切りにしていきます。今回ね、皮なしの鶏むね肉を使います。皮付きがお好みの方はね、皮付きでも OK です。そしたらね、そぎ切りにしていきます。そぎ切りにする時なんですが、お肉の繊維を断ち切るように切っていただくと、食べた時に歯切れが良くなります。なので筋の入り方が揃っている部分ごとまず切り分けていきます。最初にちょっとね、ここでお肉が少しだけ分かれてるの分かりますかね。ここを切り離します。はい、そして今度はこの三角のお肉の方を縦にしてもらって、そうすると今度はね、このように線が入ってるの分かりますかね。ここからね、お肉の筋の入り方が変わってます。なのでこの縦に入ってる分かれ目の部分から切り離します。あとはですね、繊維を断ち切るようにそぎ切りしてください。厚みはだいたい1センチぐらいですね。このようにそぎ切りしていきます。では残りもね、そぎ切りしていきます。この時も繊維を断ち切るようにやっていただくといいかなと思います。はい、 OK です。お肉はこのように部分ごとにそぎ切りしてください。そしたらですね、このようにポリ袋を用意してください。そしてこの中にまずお水を入れます。そしてここにお砂糖と、あとは塩を入れてください。そして一度ね、水と砂糖と塩を混ぜてください。そしてお砂糖と塩が溶ければ OK です。そしたらね、また口を開いて、ここにそぎ切りしたお肉を入れます。お肉を入れたら軽く揉み込んでください。軽く揉み込んだら空気を抜いて口を縛ります。そしてバットなどの上に置いて、このまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。このようにね、一度漬け込んでいただくだけで、お肉がとてもしっとりとした食感に仕上がります。ではこのまま漬け込みます。それでは続いて、お肉を漬け込んでいる間に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは薄切りにしていきます。この根元は切り落としましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。玉ねぎはですね、切り終わったらこういったね、バットの上に広げます。このようにね、バットに広げてください。そしてだいたい10分ぐらいですね、このまま空気に触れさせておきましょう。そうすることで玉ねぎの辛みを抜くことができます。ではこのまま置いておきます。
それでは続いて小ネギを切っていきます。まずね、根元を切り落とします。そして半分に切って、でさらに半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしましょう。はい、小ネギはこのように切っておいてください。それではですね、一緒に漬け込んでいくレモンを切っていきます。まずね、レモンを薄切りにしましょう。この時ね、レモンが転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。では薄切りにします。だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていただくといいかなと思います。はい、このように切ってください。そしたらこちらを2等分にしていきます。このように切ってください。こちらは2等分からね、4等分にしていただいても OK です。お好みの大きさに切ってください。一緒に漬け込むレモンの準備はこれで OK です。そして漬けだれに入れるレモン汁に関しましては、このようにね、身の部分だけ絞っておいてください。だいたいね、2分の1個ぐらいで大さじ2杯分ぐらいになると思います。こちらは目安にしてみてください。それでは漬けだれを作っていきます。まず小鍋にお水を入れます。そしてお砂糖と、あとはみりん、そしてだしの素を加えます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。加熱してる時はね、時折かき混ぜながら加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお酢と、あとはレモン汁、そしてお醤油を加えます。これで一度ね、よく混ぜて鍋肌がふつふつするまで加熱してください。これをね、沸騰させてしまうとお醤油の風味が軽減したり、あとはお酢の酸味も飛びすぎてしまいますので、沸騰させないようにだけ注意してください。こんな感じでふつふつしたら火を止めます。漬けだれはこれで OK です。そしたらですね、漬け込む容器を用意してください。この中にさっきね、空気に触れさせておいた玉ねぎを入れます。そしてここに出来上がった漬けだれを回しかけてください。このようにね、玉ねぎに熱々の状態の漬けだれをかけていただくことで、こちらも玉ねぎの辛み抜きになります。そしたらですね、こちらはこのまま一旦粗熱を取っておきましょう。はい、1時間経ちました。そしたらね、まずこのお肉を取り出したいと思います。まあ、状態はね、そんなに変わってないです。こんな感じになってます。そしたら一度ザルに開けましょう。はい、このようにザルに開けてください。水洗いはしなくて OK です。そうしましたら続いて、このお肉の水分を拭き取っていきます。ペーパーなどで拭き取ってください。そして上からペーパーをかぶせて拭き取ります。まあ、軽くで OK です。はい、お肉の下準備はこれで OK です。それではね、今からこちらをね、焼いていくんですが、焼く前にお肉に片栗粉をまぶしていきます。そうすることでタレの馴染みが良くなります。では片栗粉を用意してください。これで全体にまぶします。薄くまぶすぐらいで OK です。このようにはたいてください。では残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、このようにまぶしてください。それでは今からこちらを油で焼いていきます。それでは焼いていきます。まずフライパンにごま油です。こちらサラダ油でも OK です。そしたら火にかけてください。火加減中火です。一度このまま油をね、だいたい20秒から30秒ほど温めてください。はい、OK です。油が温まったら火加減は弱火にします。そしてお肉を並べましょう。この時ね、やけどしないように注意してください。できるだけ重ならないように並べてください。はい、並べました。そしたら蓋をして、このまま弱火でまず3分焼いていきます。はい、今ちょうど3分ほど経ちました。蓋を開けます。このようにね、表面が真っ白になってる状態です。そしたら裏返します。ちょっとね、隣同士がくっついちゃってる時もあると思うので、離しながらね、焼いてください。はい、OK です。片面はですね、蓋を開けた状態で焼いていきます。だいたい2分ほど焼いてください。蓋を開けたらですね、火加減は中火にします。は
い、OK です。2分経ったので火を止めます。これでね、お肉にきちんと火が通ったら OK です。この焼き時間に関しましては、お肉の厚みによっても変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してください。それではですね、こちらレモンダレにつけていきます。先ほどね、つけておいた容器がちょっとちっちゃかったので、器は入れ替えてます。そしたらここに焼いたお肉を入れましょう。そして続いて、こちらに切っておいたレモンですね、これも一緒に漬け込みます。はい、 OK です。あとはですね、一度このまだねタレがかかってない表面にしっかりタレをかけてください。できるだけね全体が浸かるようにしましょう。はい、 OK です。そしたらこの上にピタッとラップを貼り付けます。そしてこのままですね、30分漬け込みます。今ね、まだお肉がちょっと熱い状態なので、このままの状態で涼しい場所で漬け込んでください。はい、30分経ちました。ラップを外します。はい、このように美味しそうに漬かってます。あとはですね、最後こちら切っておいた小ネギをかけて召し上がってください。はい、これで鶏胸肉のレモン漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉にもしっかり味が染み込んで美味しそうに仕上がってます。レモンもたっぷりでさっぱりとした仕上がりになってます。最後はね、お好みで小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。レモンの酸味が効いててすごく美味しいです。そしてお肉もすごくしっとりに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏胸肉のレモン漬けのポイントです。まずレモンなんですけれども、今回レモン漬けということで生のレモンを使ってます。このレモンに関しましては、今回半分は皮ごと使うので、必ず国産か、あるいはですね防カビ剤不使用のレモンを使うようにしてください。そしてお肉ですね、今回は鶏胸肉を使ってます。こちらのお肉に関しましては、切るときは繊維を断ち切るように切ってみてください。そうすると歯切りが良くなって食べやすくなります。さらにですね、このお肉はブラニ液といって、お水、お砂糖、塩に1時間漬け込んでいただくと、パサつきやすい鶏胸肉がとてもしっとりとした仕上がりになります。ぜひ漬け込んでから作ってみてください。そして今回はですね、一緒に玉ねぎも加えてます。こちらの玉ねぎなんですが、切ったら一度ね空気に10分ほど触れさせておいてください。そうすることで玉ねぎの辛みを軽減させることができます。さらにですね、出来上がったタレを温かいうちに玉ねぎにかけていただくことで、こちらもね玉ねぎの辛み抜きになります。そのまま粗熱を取って漬け込んでおいてください。そしてお肉を焼くときのポイントです。お肉を焼くときは、まずねブラニ液からお肉を取り出して、そのまま水分を拭き取ってください。そしてその後ですね、軽く片栗粉をまぶして焼いてください。片栗粉をまぶして焼いていただくことで、タレが馴染みやすくなります。そして焼くときの焼き時間に関しましては、こちらはねお肉の厚みや大きさによっても適正な焼き時間が変わると思いますので、焼き時間は調整してください。あとはですね、全て漬け込むだけなのですごく簡単です。漬け込む時間も30分で大丈夫なんですが、それ以上ね漬け込んでいただいても OK です。しっかり冷やしてからでも美味しいので、お好みのタイミングで食べてみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏胸肉のレモン漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。